go, bro. Let's go, bro. Let's go. 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 Let's go.気持ちよけばプレイしよう。お前、ファクターチームで、もしロールです。もう、千葉ゼロとかもう忘れても終わったことなんだから、もうこれ目の前のこと切り替えて。Defense!
さあ残り 23.1 秒です。はい、まあ、お疲れ様です。まあちょっとすごいゲーム展開で本当に、まあ、その意地を見せてやっぱ勝ったっていうのは、素晴らしいところで、まあ、本当に全体の1位にもなれるチャンスがどんどん積み重なってきて。許せなかった感情的な部分はちょっとルーズボールとかね、リバウンドとかお粗末に取られてるところは良くなかったですね。あと20秒まで頑張るけど最後の4秒ふって抜いてやられるっていうシーンがあったところ、まあ、そこのちょっと気持ちの部分はそこはちょっと怒りモードはありましたけど、まあ、でもオフェンスのところはこれがこういう状況になってるっていうのが選手の中で多分把握できてないなっていうのは、まあ、コート上見てても分かってたので、まあ、後半しっかりそれがなんでこういう状況になっているのか原因をね話して、あとはこういうオプションでこうしていけばいいんじゃないっていう話を、そこは冷静に、あ、まあ、だからそういうふうにそこは冷静に見れててよかったなとは思ってますけど、はい、まあ、だからそのねオフェンスが、しっかりそこ対応できたのがよかったと思いますし、明日もねそれにつなげたいと思ってますけど、はい、冷静な時はすごいこうブワーっていう、でも最後あの5点差を つけて追い詰められてる時もディエンスミス起こしてるんですよね、あそこ実は。最後も正直あのねタイムアウト後のインバウンドの時も危ういとか言ってちょっとこうフッと抜ける部分があるので、まあ、もうちょっと本当に最後の最後まで意思疎通がまだ40分間意思疎通ができてないけど、残り4クォーターの残り5分のところの意思疎通っていうのがどれだけできるかっていうのが本当に大事になってくるなと思います。まあ、本当にそのファンの方々も、まあ、僕らもねその先の景色っていうのをもちろん期待しながらね、いるっていうのはあると思うんですけど、でも毎試合毎試合やっぱこうやってまた明日も試合ありますし、やっぱりいいバスケットをできるようにするのが僕らの仕事で、また見に来てくれる方々で映像を押してね、また見てくれる方に、ね、その毎日毎日喜びを与えていくのが僕らの仕事だと思うので、まあ、本当に先のことはもう考えず、これからも一試合一試合本当にいいゲームできるようにして、で成長していける姿を、ね、見せていけるようにこれからもやっていきたいと思います。はい、I think just our energy. I think sometimes when you're coming off a break and then we came off a tough loss, you know, some of the mistakes kind of like stick in your mind. So just in the second half, just everybody just kind of like just have fun, you know, still just play basketball. One game don't define us, so just wanted to go out there just have some fun. Tired? No, I'm tired. I feel good. Like, I feel like my body has...been good since I've been back, but I think it was just more getting like a basketball rhythm, and that was more of a mental thing, I think. So it was more working my mental back than getting my body ready. But I feel good. I don't feel too tired or anything. So I think it's just, yeah, I think we just have to just keep playing, and I think that there's going to be tough games and games that we obviously didn't want to lose. But there's nothing we can do about it now, so we just have to kind of keep moving forward and just keep making plays and playing together as a team and just be as strong as we can going into the playoffs. Rebound, get 50-50 balls. We lock up. All right, let's go. 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 Let's go.
Yeah!
そうですね、だから前半のところのルーズボールあれになった時に DJ が絡んでる状況が多かったんですよね。で DJ は多分4つ目できないから深くいかなかったんですよ、あそこ。でそれは理解できると、それは賢さだと。でもなんで DJ ばっかなんだっていう話したんです。そこにもうちょっと違う人間が顔出してる状況がこのチームに今ないのが良くない。まあだから結局後半もそのアウトサイドの日本人の選手のリバウンドの数がそんな増えなかったんですけど、でもやっぱりそこに対してのこう意識みたいなのはまだまだもっともっとできるなっていう印象です。まあそれは伝えました。そのファールトラブルの中でやっぱりどうやって、うん、さばいていくっていうのがやっぱり一つ課題だったので、それを乗り越えたのは良かったですけど、まあでも本当になんかあんまり連勝点もあそこ負けたし衝撃がでかすぎるんで、チームとして決してその11連勝してるっていう気持ちよりはやっぱり成し得れたもの成し得でなかったっていう気持ち、だからその必死にも毎試合毎試合どんな相手だろうが戦っていくっていう気持ちだけですね。信者昨日もすごい良かったです。で今日ももうちょっと引っ張りたかったんですけど、昨日は遠藤の方がやっぱシュート入ってたんでね、まあでもちょっともうちょっとあの点差とか遠藤のディフェンスの状況を見て信者よく行こうかなっていうのを思ってたんですけど、まあ、最後うまく締めてくれたっていうのもあったんですけど、この信者の2日間っていうのは、今シーズンの中でももう結構本当に僕の中ではこういう活躍を信じをしてくれたら、まあ、うちはもっともっと安泰になってくるよっていうところは、まあ、彼もまあ、本当に意識していろいろやってくれましたし、だからそのさっき言った練習よりも本当に彼も多分千葉で富樫にやられてしまったとか、自分がこうポイントになれなかったっていうのをすごい悔しく、まあ、僕は直接聞いてないですけどマジで寝れてない生活多かったらしいんで、まあ、でもその悔しさを、ね、変に、ね、ガチガチにならずに本当にすっきりした状況でねエナジー出してくれて、本当に今回 の貢献はめちゃくちゃでかい新人が、もう見ての通りでいいんじゃないですか。僕がなんかもう本当に今素晴らしい活躍してくれてると思いますし、はいはい、もう見ての通りだと思います、はい、まあ結果でいくとね、結果っていうかその順位表でいった時にね、そういう風になってそれを乱した時 に人間のダメさが出てくると思うので、まあ、本当にどこが相手だろうがこの水曜日特にまたアウェーに乗り組む、しかもやっぱ結構旅っていうのも疲れるんで、このベテランチームっていうのはそこも結構響いてくるので、まあ本当にもう1試合終わったらまたね、はい、もうオールジャパンのね決勝行く予定でしたけどね、それがなかったころですと、そんなふざけてる試合してる場合じゃないんで、もしそんなことないとは思いますけど、本当に気を引き締めて水曜日に戦いたいと思います。僕個人的にどうこうではなくて、チーム全体として共有したのがあれを教訓にして、もっともっといいチームになっていこうということだったので、まあけど選手だけでもミーティングをしたりとかあったので、はい、まあ、まあ、負けた時に何がダメだったかとか、やっぱ選手でも分かってましたし、まあ、コーチ陣にもビデオ見せてもらって、やっぱり改めて何が足りなかったのか、どうするべきだったってのか反省して、まあ、次のステージに今進んでいるので。リーグ戦でしっかり活かしたいなと思ってます。千葉とやってるバスケットがちょっと違ってたから、まあ、そのアジャストする部分っていうのをしっかり、まあ、昨日の前半でできなかったことをアジャストする能力っていうのはついてきましたし、
やっぱダメな時にそのボールをしっかり動かすってことを意識してやりましたし、まあ、DJ がすごい乗ってたら別に何本かやらせてはいいなっていう意識、チームの認識はあるんですけど、あのやっぱ相手に特に相手にスリーポイント決められて時とスリーポイント決められて流れが悪い時とかやっぱりしっかりボールを動かしてやるってことはあの今週の練習ですごいやってきてました、ね、でも僕がやることはあまり変わらないというか、今日はしっかりシュートをノーマークで決めれ切れたのでそれは良かったと思いますし、自分がああやって決めてくるともっともっとその特に比江島だったり DJ だったりあのアタックできるスペースがどんどん増えてくるし、相手からしたら的が絞りづらくなると思うので、はい、しっかりノーマークのあれを決めていくっていうのは今後もずっとやっていきたいなと思います、まあ、やることは変わらないですし、もし本当にうちのチームは怪我とかそういうアクシデントがなければやっぱりリーグのトップのチームだっていう、みんなにもそういった自信がみんなあるので、しっかりコンディションを整えて、はい、小さなことでもチームでハードルを組んで話し合って、はい、今現状に満足しないでもっともっといいチームになっていけるようにしていきたいなと思います。ストライク